港湾工事で製作中の軽村軽ンとは、防波堤などの水中構造物として使用され、あるいは地下構造物を構築する際に用いられる、コンクリート製または、構成の大型の箱のことである。箱といっても、例えば、明石海峡大橋の首都基礎とした構成軽ンは、高さ65メートル、直径80メートルという巨大なものであった。工事や海洋工事では、 波浪や潮流の条件が厳しい場合や海底の支持層が比較的浅い場合によく用いられる。具体的には、ケーソンを沈めて海底に設置し、防波堤や橋梁の基礎とする。あるいは連続的に設置して海底トンネルを構築することもある。海で用いるケーソンは陸上工事のケーソンと区別するため、設置ケーソンと呼ぶ。陸上工事における広報は、 大きく次の二つに分けられる。ケーソンを用いた基礎構造物の特徴としては、次の三つが挙げられる。人イトンネルに用いる人米箱陸上におけるケソンは、戦後しばらくまで思考例が多かったが、その後の区域基礎工法の発達により取って変わられ、次第に用いられなくなった。ただし、港湾、海洋工事や人イトンネル等の建設現場では今なお、 計算工法は不可欠なものであり、今も多くの施行例がある。ABC 山下義士。設置計算工法。コンクリート工学22,20から26。https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10ドット3151スラッシュ COJ1975 ドット22ドット1120ゾーン03強の建設。 www.hasinokagakukan.jp h、ok、橋の科学館2020年4月15日閲覧 ab 地面の中の壁もいろいろ11月26日長官12班15面ありがとうございます